キビナゴは、ニシンメ、ニシンカに分類される魚の一種。インド洋と西太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く分布する小魚で、食用にされる。日本における地方名として、ハマイワシ、ハマゴ、ハマゴイ、キビナゴ、キビナ、カナギ、スルン、スリ、スルルなどがある。中国語では、日本林イニシン。生魚は、全長10センチメートルほど。体は、 前後に細長い円筒型で、頭部が小さく口先は前方に尖る。体側に幅広い銀色の縦帯があり、その背中側に濃い青色の細い縦帯が隣接する。鱗は、円鱗で、一重列の鱗は39から44枚だが、剥がれやすく、漁獲後にはほとんど脱落してしまう。海中にいる時は、背中側が単性色、腹側が白色だが、 鱗が剥がれた状態では、体側の銀体と露出した、半透明の身が目につくようになる。二ン化の分類上では、キビナゴ赤が設定されているが、ウルメイワシに、近縁のウルメイワシ赤とする見解もある。学名の種賞名グリシリスは、薄い、細いなどの意味があり、細長い体型に由来する。本州中部からポリネシアメラネシアオーストラリア北岸、西は、 アフリカ東岸まで、インド洋と西太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く分布する。外洋に面した水の綺麗な沿岸域を好み、大きな群れを作って回遊し海岸にもよく接近する。主に動物プランクトンを捕食する。一方、天敵はアジ、サバ、カツオ、ダツなどの大型肉食魚やアジサシ、カツオドリなどの海鳥類がいる。 熱帯域ではほぼ終年産卵するが、亜熱帯海域では春から秋にかけての産卵期があり、例えば西日本近海での産卵期は4から11月となる。産卵期には生魚が大群を作って沿岸の産卵場に押し寄せる。繁殖集団は潮の流れの速い海域に集まり、海底を泳ぎ回りながら産卵を行う。 西梅魚類は海中に浮遊する分離浮き製卵を産卵するものが多いが、キビナゴは旋回の砂底に粘着性の沈静卵を産みつける。受精卵は砂流に混じった状態で肺発生が進み、一週間ほどで孵化する。寿命は半年マイナス一年ほどとみられる。西日本では夏引く秋生まれのものが翌年の春に産卵、孵化した子供がその年の秋に産卵し、 寿命を終えると考えられている。分布域に入る西日本では、沿岸各地で巻き網などで漁獲される。特に、鹿児島県、長崎県、高知県といった暖流に面した地域でまとまった漁獲がある。ただし、小魚で痛みが早いこともあり、漁獲地以外に流通することは少ない。刺身、煮付け、塩茹で、天ぷら、唐揚げ、南蛮漬け、干物などで食べられる。 また、出汁用の煮干しにも加工される。調理法次第では骨ごと食べられ、体の割には、過食部も多い。生の実は、半透明で、小骨が多いが脂肪が少なく、甘みがある。キビナゴの刺身は包丁などを使わず、指と爪を使った手開きで頭、背骨、内臓を取り除き、いわゆる、開きの状態で皿に盛り付けられる。 食べる際は、生姜醤油や酢味噌で臭みを消す。酢味噌で食べるものは、鹿児島県の薩摩料理の一つとして有名である。また、一晩ほど醤油漬けにして、茶漬けにすることもある。古式島列島では醤油炊きやもろみ炊きといった煮付け料理にする。鹿児島県の奄美大島では小さいものが多いので、煮干しとしてよく利用されるほか、 丸ごと塩漬けにした塩からスルンガラッシュにも加工される。長崎県の五島列島では、入り焼きと称するしゃぶしゃぶ風の鍋料理でも食べられる。食用以外にも、ブリ類や味類などを大型肉食魚の釣り絵として利用される。ありがとうございます。